柳瀬ブルース。雨の降る夜は心も濡れてる。真っ白いて一人じゃなど寂しい。憎い仕打ちと恨んでみても、戻っちゃこうならない。あの人は ね、あのね、諏訪、はい、美川さんのふるさとの諏訪の養護学校でね、先生やってらっしゃって、なんか美川さんとの関わりはあったんですよね。あの、私大阪の養護学校から諏訪養護学校に転勤したんですけども、廊下にですね、大きな黒板がありまして、はい、美川憲一様寄贈って書いてあるんですよ、はい、僕らに、ね、はい、知らなかったんですよ、諏訪出身の方って初めてでした。いや、美川さんとても教育に理解のあるいい人なんだなと思って、お礼が言いたかったんですよ。その説はどうも美川さん、ありがとう、うん、ありがとうもう本当これが言いたかった。もうね、嬉しい、なんかね、大丈夫美川さん、は、大丈夫です、もう嬉しくて嬉しなんだよ、ね、ありがとうございました。本当に放課後男のと名前を上映したどうぞ、はい、男のと名前どうぞ、安住野市から来ました岡田豊です、はい、ありがとうございました、おめでとうございます。どうぞご一緒にお帰りください、美川さん、はい、どうぞです。さあ続いては